うん、あのゴール唯一ウンパルンパだけはあんまり祝ってくんなかった。ウィナーズは義士を投入しています。まっすー入れました、手前コースを変えた。後半も立ち上がり、今度はセットプレー、最後はシゲ。それで言うと、まあ、3、4点取り始めた時にはけなし合いが始まってましたよ、ウィナーズ内では。まず翔平が点取った時、かけるベンチいたのね、うん、あいつもめちゃくちゃ取りたかった。かけると牧と翔平がもう結構点取ってなかった、ね、点取ってないの。かけるもずっとあいつ試合出てて点取ってないじゃん。まあ点取れるポジションではあんまりないけど悔しがってたよ。うわ翔平君に先越されたみたいなこと言われた。俺とウンパは楽天すが今一緒ないん、うん、ウンパが決めて俺が決めて、ウンパにこの前決められて1点差ついてた、うん、でウィナーズ通算3点で俺今2だったよ、うん、並んだ瞬間ウンパだけ、うわマジかだるとか言ってきたわ試合中に。試合中やばい、うわマジかだる。競争やっぱしっかりチーム内で競争ができてる。競争して喜べよ。いやだるって、喜んで後でしっかりチームの得点は喜んでるけど個人的な得点は喜んでる。ウェーイってやった後にだるって